さん久しぶり。今回は速攻できるんじゃね。ってことでこのキャラの出番。随分トロそうなキャラ使ってるが大丈夫か。何回も負けた末に思いついた方法です。例の奴が現れたら大狂乱のライオンを出します。できるだけ塊になるようにして、ジェリーフィッシュが見えたらカメカーを出します。ちなみにレベル40以下で攻略なので、先に投稿されてる攻略方法の真似ではありません。何度か悩んだ末にイディは使わず、ムートをうまく使って攻略しますが、開始と同時に出してれば火馬の攻撃を華麗に避けます。このレベルだから思いつかなかったんだよな。鈍速とか吹っ飛ばすじゃダメなのか。壁が持たないから動きを止める必要があって、はい成功。この確率出すの結構大変でした。他に案はなかったのかよ。意外なキャラを使うの面白いと思いまして、さああと少しで決まります。黒い敵が現れますが壁があればなんとか、編成を見ていきましょう。1ページ目は進撃の狂乱猫。今回無課金になったのは偶然。ギリギリの編成なので重めのキャラはムートしか使えませんでした。イディの資金は間に合わなかったんだな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。多分誰も思いつかなかったでしょう。もっとスマートに決めてると思うぜ。